えつた隆し昭和24年2月5日は、熊本県熊本市元山町出身の女性教育者。明治36年に、日本初の女子商業教育校、私立日本女子商業学校を創立。学校法人、加えつ学園創立者。講師とも。講の父である加えつ志望は、熊本藩の儒学者、横井昭南の教えを受けていた。 うは幼い頃から父を通して学問を学び、実学思想を身につけていった。彼女が女子の経済的自立に関して考えるに至った経緯として父であるカエ志望が経営していた緑川製紙場で助校として働いていたということがある。成長してからは東京の成立学者女子部で学び、教育への理解を深めていった。卒業後、同校にて教鞭をとり、 日本女子教育会講師などを務めた後の明治36年、私立日本女子商業学校を創立した。学校の創立にあたり、金銭面の苦面に苦労したようであり、鉄道祭などを購入して運用していたが、購入時の価格よりも価値が下落したことから、目の前が真っ暗になったと語っている。同時期に商業教育の援助を行っていた渋沢栄一を訪れ、 日本女子高等商業学校の新校者建設にかかる費用援助を申し入れている。渋沢栄一は日本女子高等商業学校建設講演会の発起人を受諾し建設資金を寄付した。また渋沢栄一は没するまで同行の顧問を務めていた。実定に陸軍少将の加越里氏。熊本教育振興改編。 日後の人物,物物語熊本教育振興会、1988年、158から159ページ、渋沢栄一電気資料第45巻、元女官長島通女子不敬容疑で、留置猿、大阪朝日新聞1936.8、29、神戸大学経済経営研究所新聞記事文庫、官報号外、助人及び、 事例1915年11月10日。ありがとうございます。